バヤルドは、イギリスの競争馬、シュボバ。馬名は、闇の馬、バヤードに由来する。孫のハイペリオンを通して大きな足跡を残した。2歳から4歳にかけて、常に一戦級で活躍した。2歳時に、重賞のニューステイクスでデビューし、一馬身2分の1差で、勝利。その後、デューハーストプレートまで7連勝し、シーズンを終えた。しかし、3歳になって、 仕上がりが遅れ一度も出走することなく2000ギニーを迎えたが、下痢気味の体調の中、ミノルの4着と敗れた。エプソムダービーでは、直前を走っていたサー、マーティンの落馬に巻き込まれ10着に敗れている。その後、3歳の夏から4歳にかけて、再び連勝を積み重ねる。2連勝で臨んだエクリプスステークスで小馬の1000級を相手に解消。 二冠バミノルが三冠を狙って出走してきた、セントレジャーステークスでも優勝しミノルは四着と、敗れた。その後ドンカスターステークス、チャンピオンステークスなど11連勝し4歳のシーズンを終えた。5歳になりに連勝の後アスコットゴールドカップで優勝した。その後一勝を追加して15連勝まで伸ばし、グッドウッドカップに向かったが、36ポンド、軽い3歳馬マジックに、 首差で破れそのまま引退した。性格は気難しく、人が何かをしようとすると、先を読んでそれを妨害したりもした。オケを叩いて、急務員に会話を願るのが癖。これは、バヤルドのドラムと呼ばれた。なお、バヤルドが逃したダービーは、翌年に、弟レンバーグが優勝している。引退後は、マントン牧場で、種ボバとして強要されたが、11歳の時創生。 下半身の麻痺が原因での安楽死による。しかし死亡した1917年にゲイクルセーダーが、さらに翌年ゲインズバラが、イギリスクラシック三冠馬となった。1917、1918年には、イギリスリーディングサイアーを獲得している。ありがとうございます。